第二次世界大戦太平洋戦争ソロモン諸島の戦いロゴを作戦1943年秋の南東方面の状況1943年秋のラエサラモア周辺の状況1943年秋のフィンシュハーフェン周辺の状況ロゴを作戦は第二次世界大戦中の1943年11月に実施された日本海軍による航空作戦である 連合軍による物島上陸を発端に始まった。戦闘中に発令され、日本は基地航空部隊と空母所属の第一航空戦隊を持ってブーゲンビル島周辺に来襲した連合軍の上陸船団とそれを支援する艦隊に対して攻撃を行った。作戦名は移合作戦に続く作戦という意味で付けられた。連合国は大きな被害もなく、 上陸作戦に成功し、日本は航空戦力を大きく消耗した。この作戦中に発生して、事後も続いた、ブーゲンビル島沖航空戦については、ブーゲンビル島沖航空戦を参照。1943年6月30日の、連合軍による連土場島上陸に始まる、中部ソロモンをめぐるニュージョージア島の戦いは、9月28日に始まる。 セゴー作戦によって日本の現地部隊はニュージョージア島コロンバンガラ島から撤退し10月6日にはベララベラ島からも撤退したこれに先立って7月27日にはイサベル島のレカタ基地も撤収しており秋には中部ソロモンから日本軍の姿が消えることとなったまた日本軍が南東方面の確保すべき領域として戦闘が 続いていた東部ニューギニアのラエを呼び、サラモア地区も、9月4日、ラエの東方、北方井に、連合軍が上陸。その北方ナサブには、空挺部隊が降下し、この結果ラエの日本軍は、サラモアを迂回し、ワウ付近から北上する連合軍部隊との間で3、方から包囲される体制となった。これにより、ラエ、サラモア地区は、急速に事態が悪化。 周辺地域から交代しつつ、ライフ近に集結した日本軍守備隊は一路、サラワケット山脈を超えて、フォン半島北部の潮へ転進を決めた。しかし、連合軍の攻勢はやまず、9月22日には、そのフォン半島の先端部北部に位置するアント岬に上陸、その南方の半島先端部の要衝、フィンシュハーフェミへと迫った。 当時この付近の日本軍部隊は広く分散しておりまた、フォン半島南部のホポイに上陸した連合軍に対する備えのため、部隊の多くを半島南部に展開していた。連合軍は、その日本軍の手薄な、しかもダンピール地区の幼少フィンシュハーフェンの間近である半島先端部の北部に上陸してきたのである。このため日本軍は、対応に手間取り、 10月4日には早くも、連合軍は、フィンシュハーフェンの飛行場を占領、これを使用し始めた。その後マダン方面から陸路を送られた第24弾の、攻撃が10月16日より開始されたが、同地の脱回はならず、24日には、フィンシュハーフェンの西サテルベルグ高地へ交代した。ラムカ国では、ライサラモア地区から精神したオーストラリア軍と、 日本軍との激しい戦闘が続いていた。10月12日には、霧リウ島基地から飛び立った、米第五空軍所属の大型爆撃機87機、中型爆撃機114機、ビューファイター12機、P-38 戦闘機125機、その他合計349機による、連合軍による、初のラバウルピルマ爆撃があった。こうした、状況下、 南東方面の10月後半の前線は、東部ニューギニアと、西部ニューブリテン島をつなぐ、ダンピール海峡周辺から、ソロモン諸島のブーゲンビル島、ショートランド諸島の戦0里まで交代していた。また、昨年末来積極的な活動の見えなかった、米機動部隊は5月以降、新造空母のエセックス級、インディペンデンス級の造成などを受けた結果、秋には、 正規空母6隻、軽空母5隻となり、日本海軍に対して、ようやく優位な陣容を構えるに至り、8月31日の、ベーカー島空襲を皮切りに、再び活動を、開始、9月1日に、南鳥島、同月16日には、ギルバート諸島、そして10月には、ウェイク島を相次いで、空襲、大本営は、敵機動部隊による、 本土空襲の恐れありと警報を発した。このため、連合艦隊はこれを迎え撃つため、連合艦隊 Z 作戦要領に従い、トラックから第2艦隊、第3艦隊を中心とする、機動部隊が出撃することとなった。マーシャル諸島トラックに停泊中のヤマトと、ムサシ、1943年1943年の9月初め、連合艦隊は、 内地で米軍の無線の傍受を行っていた通信隊から米軍の無線通信の増加や伝文中に見慣れぬ官名の符号が現れたことから近く何かの作戦を起こす可能が高いとの報告を受けていた。9月18日、第2艦隊、第3艦隊は訓練も兼ねてトラックを出撃、マーシャル諸島沖へ向かった。直後に歴ントン、プリンストン、 ベローウッドの3隻の空母からなるアメリカ海軍の機動部隊がギルバート諸島を空襲した。第2、第3艦隊はそのままマーシャル諸島のブラウン艦章へ到着、9月21日に空母随砲と駆逐艦の分け、マイフーと合流し、決戦に備えたがアメリカ海軍の機動部隊はそのまま真珠湾へ帰ってしまったため、25日にトラックへ帰還した。 10月6日、米機動部隊は、ウェイク島を空襲した。これに対し連合艦隊は、9月1日の南鳥島空襲、19日のギルバート諸島の空襲と同様に攻略の意図のない一過性のもので、ありまた、この空襲は、南東方面への進行性に関連した、陽動作戦と判断し、むしろダンピール地区への警戒を命令し、700空、立港18機を、 マーシャル方面へ送ることを命令した以外は事態を生還する体制であった。しかしよく7日も同等は空襲を受けたため、連合艦隊は事態の容易ならぬことを知り、Z 作戦中の兵作戦第一歩警戒を発令し、トラック在泊の艦隊に出撃準備を命じた。しかしよく8日の敵情判断により攻略の意図なしと判断。 警報を解除し艦隊の出撃準備も取りやめ、702空の立候もラバウルに帰投した。しかし、米機動部隊のその後の動静は不明であり、そんな中軍令部は諸情報を総合的に判断した結果、中部太平洋方面、または本州方面に敵機動部隊来航の兆しありと判断し、10月14日各部に警戒を指示。 本土で連戦中であった第一航空艦隊を連合艦隊の指揮下に入れた。だが、連合艦隊では燃料事情の逼迫のため艦隊の出撃に対し慎重になっており、通信情報などから敵艦船の活発な移動は米西岸ハワイ艦のものであり、機動部隊来襲の産は少ないと判断していた。そのため Z 作戦は発令せず、 念のため本土方面来襲の措置を取るに止め、この結果、角田各自中将率いる第一航空艦隊司令部は15日朝に、連戦先のカノヤを出発、同日中に霞ヶ浦に進出した。しかし16日になり、軍令部は再び機動部隊の来襲に対する警報を発した。連合艦隊では、敵機動部隊来襲に対しては、 上記の判断に立っていたが、このサイドの警報に接し、中央のこの判断は、連合艦隊の入手するもの以外の、新たな情報源に基づいた判断ではないかと考え、同日、兵作戦第五報を発令した。17日、第二艦隊、第三艦隊、及び、第一戦隊、第二戦隊よりなる、決戦部隊がトラックを、出発、19日ブラウン艦賞に、入りパクした。 同日、新寿湾へ偵察に向かった、潜水艦艦載機は、米空母が6隻とも、新寿湾に停泊中と、報告、22日夕方になり軍令部は、敵機動部隊来襲の恐れなしと判断、警戒措置を解除した。一方、連合艦隊は23日ブラウンを、発進、24日オレクト南西200海里にて策敵したが敵情を得ず、25日に、 戦艦部隊を目標とする航空戦訓練や艦艇による射撃訓練などを実施26日、兵作戦第5歩を解除しトラックに帰討した。この結果、艦隊用の燃料を大量に消費し、以後の作戦に支障をきたす事態となってしまった。中沢雄軍令部第1部長による業務日誌の10月28日記事には、 連合艦隊の燃料事情についての以下のような記事がある。トラック基地に備蓄されている燃料は内地からもたらされていた関係上、その航路上でタンカーが潜水艦の攻撃を受けるとトラック基地の燃料事情が即悪化するような状況になっており、1943年の夏頃から米潜水艦の活動が活発化10月中だけで、 タンカーの喪失大破は4隻、4万数トンに及び、艦隊に随伴できる、給油艦もなく燃料補給にも事欠くような状況だった。こうした状況下で、連合艦隊は10月27日、連合軍の物島上陸の方に接することになった。この頃、主に船舶問題の観点から、太平洋における船域の全般的な見直しが、図られ、 その結果いわゆる、絶対国防権と呼ばれるものが設定され、それに合わせて新たな戦争指導要項が策定。これは、従来の構成的な指導から、長期持給体制の確立を謳った第三段作戦方針から、さらに踏み込んで、南東地域のラバウルや、北部ソロモン諸島、東部ニューギニア地域は、絶対国防権の外核とされ、この地域は主に原油戦力を持って、 敵の撃破に努め、明年春以降の広報領域の完成まで可能な限り持久戦闘を続けるというものであった。この構想はヨーロッパ情勢や相次ぐ消耗からの船舶不足に起因する。政府側からの意向が強く反映されたもので作戦。指導的立場ではなく、どちらかといえば戦争指導的な立場から発案されたものだった。しかしながら、この構想は？ 前線と後方要域という陣地を重視する陸上作戦的な思想のもとに策定されたものであり、機動部隊をもって自在に攻撃目標を捉え、前線において可能な限り的の攻撃を食い止めている間に、後期あらば決戦を挑もうとする海軍の思想とは相反するものであった。そのため、決戦兵力を要する連合艦隊ではこの構想に疑問を覚え、 むしろ陸軍側の消極的な構想に批判的な立場を取った。また、広報領域の強化も、船舶、兵力抽出の問題から容易なことではなく、新たな前線として設定された小寸だれ等には、第19軍が、西部ニューギニアは、第2軍の担当地域とされはしたが、当面連合軍を迎え撃つ地域である西部。 ニューギニアへ投入される部隊は11月に到着予定の第36師団のみで、後続の第3師団の到着は翌年4月までかかる状況であった。またその一方で、参謀本部は小寸田列島のフローレス島には先に第46師団の投入を10月に決めており、強化すべき地域の順序が逆ではないかと。 第19軍の稲田正澄から批判されている。また、確保すべき、前線拠点として、ホーランディアが、参謀本部より指示されたが、連合軍の進撃速度から鑑みて、ホーランディアでは、第36師団の進出は間に合わないと、第2軍を呼び、第19軍を統括する、第2方面軍側は訴えたが、ホーランディア確保の必要論から、参謀本部もこの考えを変えず、 結局11月に不評一個連帯をポーランディアに揚陸することとなった。この構想が発令された9月下旬は連合軍がダンピール海峡の洋商フィンシュハーフェン近郊に上陸した時期であり、広報領域の強化に取りかけかかる前に早くもその外角が崩れ去ろうとしていた。当時参謀本部第6課の参謀であったホリエーザによれば、 ニューギニアへ、現地視察へ赴いた、際、第四航空軍司令官寺本熊氏から、大本営作戦家は、この9月、絶対国防圏という一つの線を、千島マリアナ諸島ニューギニア西部に引いて、絶対に、これを守ると言い出した。一体これは線なのか点なのか要するに、制空権がなければ、みんな点になってしまって、線ではない。大きな島でも、増援。 補給が途絶えたたら、その島に兵隊がいるというだけで、太平洋の広い面積からすると点にさせられてしまう、という批判を聞いたという。また、当時軍令部戦争指導班長だった、大谷氏も、誰の目にも明らかなように、作戦の鍵は、航空戦力であると見られていた。今ラバウル、ソロモンの前線で散々的に圧迫されて、苦戦している重大原因も、 こちらの航空戦力が足りないからであった。そしてマリアナ、カロリンの戦に交代してみたところで、航空戦力が不足ではそこでも敵を食い止める見込みがない。この新しい防御戦を絶対国防圏と名前だけ偉そうにつけてみたところで、絵に描いた虎の役にも立たないだろう。と回想している。 現地の主力であった第一基地航空部隊は9月22日の連合軍フィンシュハーフェン上陸や9月25日に始まるセゴー作戦支援のため、乏しい戦力を東部ニューギニア、中部ソロモンとやりくりを続けていたが、10月12日、セゴー作戦終了を機に1ヶ月程度をめどとして、東部ニューギニア方面の連合軍補給遮断作戦である保護作戦を開始した。 この間、主にフィンシュハーフェン周辺の連合軍拠点を攻撃。15日には、陸軍の総攻撃に行動して、フィンシュハーフェン周辺の連敵陣地や物資集積所を立行で、夜間爆撃を実施した。この頃の南東方面艦隊は、連合軍のフィンシュハーフェン占領以降、急迫するダンピール海峡方面の連合軍の動静に注目しており、 同海協築の確保を目指す南東方面艦隊はフィンシュハーフェンの大岸に位置する西部ニューブリテン島に対する敵の上陸を非常に懸念していた。このような状況下、10月1日から10月12日までの間に連合艦隊及び南東方面の各海軍部隊から各所に以下のように繰り返し警報が発せられている。その後20日には連合軍 ダンピール岬に上陸という現地人の情報を得た南東方面艦隊は23日以後28日まで4回の予定で同地の防衛強化のための輸送隊を送ることとし基地航空部隊に上空警戒を実施させたしかし25日になり部員に司令部を置く第8艦隊司令長官のサメ島具重は敵上陸の3をなり第1警戒配備 となせと指令した。これは、捕虜の証言によりこの日ブーゲンビル島に、上陸の計画があるとの情報があったためと、推定される。しかし、当時南東方面艦隊は、ダンピール海峡、西部ニューブリテン方面を重視しており、また、ソロモン方面に振り向ける戦力もなく、10月25日、26日とも、通常の紹介を実施するのみで、26日も、 航空商会も見張り所からも特に報告はなく、同日、ソロモン方面防備部隊指揮官は、第一警戒配備を解除してしまった。10月27日午前1時25分、ショートランド及びモノ島方面の商会に向かった938空の推定のうち1機が、モノ島付近に駆逐艦5隻を発見。 その後、同島西方沖に停止したのを確認し、ブーゲンビル島南方を紹介した後帰着した。938空は4時15分に、敵水上部隊13隻未、湯、物島に、甲府と打電した。その後物島守備隊から、0340敵、上陸開始、我が高戦中との報告が届き、部員の、第8艦隊司令部は6時29分。 敵大部隊、モノ島に上陸開始せりと各部に打電した10月27日時点での第11航空艦隊の航空機保有数は以下の通りであった。このうち観光取立っは主に紹介任務や夜間、攻撃任務に従事していたため、南東方面において昼間攻撃に使用できる、戦力はこの時わずか83機に過ぎなかった。ラバウルの基地航空部隊は、 このような緊迫した情勢の中、27日の連合軍の物島上陸を迎えた。発艦を待つ随格飛行機九1942年現地の基地航空部隊のほかに、日本海軍の決勝戦力と位置づけられていた第一航空戦隊も作戦に投入されている。一航戦の陸上基地投入がその想像に上がったのは、二月の十一号作戦の、 計画時に始まる。この計画時において、輸送船団の上空警戒に、多大な不安を抱えていた、陸軍参謀本部は、海軍軍令部へ、ボカミ飛行機体の全力投入を要請した。軍令部も、その必要性は認めたものの、第三艦隊の反対などもあり、結局随法0戦隊のみで十分と判断し、全力援護は実施しなかった。 結果的に81号作戦は失敗に終わり、陸軍側は海軍の作戦協力に関して相当な不満を抱えることとなった。6月30日、連合軍はソロモン諸島のレンドバ島に上陸、やがて始まったニュージョージア島の戦いに関する7月9日に行われた陸海軍武官の作戦指導方針の打ち合わせの中で陸海軍双方から 母に飛行機体の陸上基地投入が提案されたが、すでに第二航空船体をソロモン方面へ投入している連合艦隊側はこれを拒否した。その後現地守備隊である南東支隊からニュージョージア島からの撤退が表明された8月5日、同地確保を目指す南東方面艦隊第8艦隊から兵力増強が中央へ移転され連合艦隊側からも 母に飛行機体の投入を含む兵力増強による中部ソロモン方面の体制挽回の意向が伝えられた。軍令部もこれを受けて翌7日に参謀本部と協議を重ねたが一航戦投入の条件として海軍側が提示した陸軍一個連隊の増援は見込めず陸軍側も入場時野党の奪回に会議的な姿勢を崩さなかったため結局この提案は 実現を見ず、13日に、中部ソロモンからの撤退が決まった。この一件以降、連合艦隊は一貫して一航戦投入に対して、反対を表明をしており、8月28日、南東方面艦隊からの増援要請を拒絶、9月22日、連合軍が、ダンピール海峡西岸地区のアントミサキに上陸した。 最も大本営で一航戦投入が検討されたが、軍令部側から提案された、一航戦の南東方面投入後の措置として、南西方面への陸軍航空隊の増強に対し、参謀本部側が難色を示したため、結局一航戦の南東方面投入はさたやみとなった。さらに9月26日、ゴ号作戦中手薄となる。 ニューギニア方面の支援を南東方面艦隊が要請した際も連合艦隊は再び拒絶している。さらに同日、トラックを訪れた軍令部第一部長、中澤優と綾部吉寿参謀本部第一部長からの直接の要請に対しても連合艦隊は拒絶し、かえって陸軍航空戦力の増加を要請されている。また、10月1日に、 東部ニューギニアのフォンハン島北部の潮に敵上陸の報告があり、急遽その事態に対応するため陸海軍部の主務社間で作戦研究が行われたが、これは誤報であった。この場で陸軍部からニューギニア方面への一航戦投入が強く要求されたが、この時は軍令部側も連合艦隊の意向を受けて、この要求を拒絶、翌日参謀部次長から、 軍令部次長に再度要求が出されたが、やはり拒否の姿勢を貫いている。これら母艦飛行機体の投入要請の根拠となったものは3月に締結された陸海軍中央協定の状況により後期母艦飛行機を転用増強することありとした一文によるものだったが、こういった要請に対し連合艦隊は基本的に拒否の姿勢を示しており、9月以降は 米海軍機動部隊の作動に対し中部、太平洋での決戦地下市と考えていたため、各方面からの増援要請をことごとく拒絶している。また、当初は一航戦の陸上基地投入に前向きであった、軍令部側も中部太平洋での決戦正規の可能性が高まった10月以降は、一貫してこの要請を拒んでいる。爆撃され。 煙を上げる南鳥島1943年1月のカサブランカ会談後、米軍は中部太平洋の攻略を決定、その準備として7月にはエリス諸島に爆撃機用の飛行場を、9月初めにベーカー島に戦闘機用の飛行場の建設に取り掛かった。この頃新珠湾には新型の正規空母4隻、軽空母5隻などが到着。 サラトガなどと合同し強力な機動部隊を複数編成していた。これらの機動部隊は9月1日のエセックス、ヨークタウン、インディペンデンスによる南鳥島の空襲を手始めとして、同月19日にはレキシントン、プリンストン、ベローウッドがギルバート諸島を空襲した。これはエリス諸島に対する空襲の脅威を取り除くことが主な目的であったが、 同時に新たに編成された、機動部隊の乗組員と搭乗員に、実戦の経験を積ませることもその目的の一つであった。これらの目的は、守備よく果たされたが、それに加え攻略が予定されているマキン、タラワ両党の詳細な写真撮影に成功したことも大きな成果であった。その後10月には、空母エセックス、ヨークタウン、レキシントン、インディペンデンス、 ベロウッド、カウペンスの、計6隻からなる、第14任務部隊が、ウェイク島に空襲を加え、中部太平洋の日本軍の航空戦力はさらに、打撃を受けた。その間、連合艦隊は9月と10月に二度起動部隊を、出撃させたが、これを補足することができなかった。ウィリアム F ・ハルゼー、 1944年連合軍のブーゲンビル侵攻1943年8月、連合軍統合賛同本部は太平洋方面の核作戦を発表。そこで、マッカーサーとハルゼーにニューギニアとソロモンからラバウルに対する二方向、進撃の続行を指示。さらにラバウルについては、ラバウルは占領するよりもむしろ無力化するべきであるとされた。 ラバウル周辺の拠点をダッシュし、ここからラバウルに航空機による連続攻撃を加えれば、ラバウルを孤立化できると考えたのである。そこで、当初ハルゼーは、ブーゲンビル島の部員を攻略するための準備として、その付近のショートランド諸島とチョイセル島の占領を考えていたが、中部ソロモンをめぐる攻防戦の教訓から、 いたずらに時間と兵力を消耗して、部員を攻略するよりもむしろ、このブーゲンビル島南端に位置する日本軍拠点を迂回することを考えたのである。さらにこれらの地域を迂回すると同時に、ラバウル攻撃のためブーゲンビル島に、航空基地の建設が可能な用地を絞り込み、北東部沿岸のキエタと南西部沿岸のタロキナが選ばれた。前者は良好な港湾を持ち、 小型の飛行場も存在していたが、消えた攻略のためにはチョイセル島を確保しなければならず、また、この両土を攻略するにはいずれも、連合軍拠点のベララベラ島、ガダルカナル島から、ソロモン諸島外目を遠く回り込まねばならなかった。後者である、タロキナは上陸のための節眼ができる場所もわずかであり、しかも間もなく来る、モンスーンにシーズンの影響で冬にさらされる地域でも、 あった。しかしながら、タロキナは、上陸船団の発進地点から近く、ソロモン諸島の内海から進行できるメリットがあり、またこの地域は、日本軍の守備も手薄であり、一旦確保されたら、反撃の準備を整えるまでには、数週間かかるほど周囲とは隔絶された地形であった。また、タロキナ攻略準備のための確保すべき地域であった。 トレジャリー諸島はチョイセル島よりも確保は容易であった。さらにその後の現地調査の結果、タロキナの沿岸部は沼地であったが、その奥に飛行場に適した地形があることも分かった。この結果、ハルゼーは9月22日、トレジャリー諸島の占領を決め、10月27日の夜明け、ニュージーランド軍の一個旅団が、駆逐艦と航空機による支援のもと、 トレジャリー諸島のブランチ高領岸より上陸を開始したのである。小峰一路合作戦の計画立案の理由については、計画者である連合艦隊司令長官の小峰一大将が戦中に殉職したため、戦死総書では関係者の聞き取り調査から次のように推測している。さらに、第三艦隊関係者には作戦について事前に、 知らされていなかったことから、10月中旬頃より、連合艦隊内部で構想していたものが、27日の連合軍もの島上陸の方によりその計画が具体化したのではないか、と結論付けている。作戦目的としては、以下の3点を挙げている。ロゴ作戦の当初の攻撃目標は、主にニューギニア方面の連合軍であり、ブーゲンビル島に来襲した。 連合軍上陸部隊とそれを支援する、機動部隊を目標とするものではなかったという見方も、あり、その理由として、戦死総書では以下を挙げている。第三艦隊の専人参謀長、長井澄高及び、通信参謀中島親子の戦後の証言によれば、計画当初は、ニューギニア方面重視であったという。こうした経緯がありながらも、11月3日の連合軍、 タロキナ上陸により、その目標が、ニューギニア方面から、ブーゲンビル島周辺の連合軍攻略部隊に、向けられたために、ロゴ作戦の本来の目的が分かりづらいものになって、しまったという意見もある。伊藤誠一また10月5日、軍令部と連合艦隊との間で作戦に関する、打ち合わせが行われ、連合軍、タロキナ上陸による、 攻撃目標の変更や一航戦投入後の Z 作戦要領及び作戦後の一航戦の再建などについて意見が交換された。ここで軍令部次長の伊藤誠一は連合軍の主攻撃はソロモンでありウェイク島に来るさんは少ないと軍令部の現状認識を示しており、また作戦期間について当初連合艦隊は10日間程度と考えていたが、 それに対し伊藤は15日間と発言、一度母艦飛行機体を注入した以上は、しっかりやってほしいと伝えている。また、連合艦隊は、Z 作戦実施を視野に入れる、関係上作戦後の飛行機体の損亡について、非常に懸念しており、搭乗員の損失は3分の1に抑え、残りの3分の2で再建すると、作戦後の見通しについて述べた。 これに関して、伊藤は、機材はすべて潰しても搭乗員が、半分も残れば3ヶ月で再建できると考えている。3分の、2を失ったとしても仕方ないと告げ、連合艦隊に対し作戦目的を達成を第一、とし、広古の憂いのないように思い切ってやっても構わないと、小賀に伝えている。また、一航戦投入後の Z 作戦実施についての、 不安を口にしたい党に対し、1航戦が2分の1でも帰ったら、それで何とか実施する。2航戦も、発艦さえできたら使う考えである。マーシャル、ギルバートの将兵は、連合艦隊のために素先になるのだという気持ちでいる。Z 作戦はできないなどと考えずに、事後の航空部隊の再建準備を頼むと発言している。 10月28日、連合艦隊司令部は、ついに第一航空戦隊飛行機隊を陸上基地に投入することを決意、路合作戦を発令した。福留茂は、軍令部第一部長の中澤優に対し、連合艦隊参謀長名をもって、第一航空戦隊を南東方面の戦力増強のため一時期投入する旨を連絡した。 日本海軍の基地航空部隊は10月27日の11時30分、冷戦40機、99式艦爆6機、水星艦爆2機をもって物島周辺の艦船群を攻撃、冷戦1機、99式艦爆2機、水星艦爆1機が未機関となり、駆逐艦一隻に命中弾を与え、この艦は味方に栄光されて退避した。 南東方面艦隊司令部ではこの日、航空戦隊指揮官などを集め、今後の航空作戦に関して研究を実施した。その中で、物島脱回の計画は陸軍にも海軍にもなく、同等の脱回を断念するとの結論に達した。この時点で、日本軍側は、連合軍物島上陸が何を意味するのか、その意図をつかみかねており、当分航空作戦は、 ニューギニア方面を重視する都市、空襲の激しい部員に、航空兵力は置かず、部下等で作戦するとした。しかしながら、ソロモンの情勢は、予断を許さないものであり、11交換参謀長、中原義正は、連合艦隊司令部に対し昼間実動兵力84機で、ある旨を通報し、航空兵力の増援を要請した。タロキナの上陸命令を待つ、 上陸用、終定10月31日朝、ラバウルを発信した、陸佐田が、ニュージョージア島東方沖を北上する連合軍の輸送船団を発見、その後8時55分この輸送船団の兵力を、巡洋艦3隻、駆逐艦10隻、大型輸送船12隻、特運送船大型11隻、中型輸送船10隻と報じた。 その後夕方から夜半にかけて、立交、観光、推定による攻撃が起とされたが、結局いずれも有効な打撃を与えることはできなかった。翌朝5時26分、アメリカ第三海兵師団が、タロキナに上陸を開始、同じ頃、ムッピナ岬の日本海軍の見張り所からも、敵上陸の第一報が発信された。第一基地航空部隊は、 この上陸船団に対して、冷戦99式艦爆、水星艦爆などで5時40分と11時45分の2度に、渡って攻撃を実施したが、それぞれ16機、34機のムンダ及びベララベラ、島から飛来した、連合軍戦闘機の妨害もあって、有効な被害を与えることはできず冷戦15機、99式艦爆5機が未期間となった。これらの、 ソロモン航空部隊の戦闘機は、駆逐艦、コンウェイの戦闘機指揮艦制チームによって、電波誘導され的確に、日本軍機を迎撃することができたのである。この日連合軍の上陸船団は暗礁に乗り上げる、トラブルや二度の空襲で4時間ほど、揚陸作業が中断したにもかかわらず、15時30分までには、全12隻の輸送船のうち8隻が揚陸を、 完了しており、一旦16時に出港したものの、残りの4隻の積み荷に重要物資が積載されていた。ため、野襲の危険を承知で本隊より分派され反転。その後支援部隊のメリル隊が、大森千太郎少将率いる連合襲撃部隊を撃退した後、改めて、タロキ内の揚陸を再開した。4隻の輸送船は、翌日の午後ようやく揚陸を終え、 先に南下していた本体と合流した。第三艦隊司令部はこの日ラバウルに進出、空母艦載機も1日から3日にかけてラバウル、カビエンに進出した。進出機の内訳は以下のようであったと推測される。小沢寺三郎これら総計173機の艦載、航空隊は、艦船と、艦差だが、落内、基地、艦爆が、ぶななう、基地、艦光は、 カビエン基地に分かれて展開した。また、第一航空戦隊は、機動航空部隊として2日から戦闘に参加する、こととし、基地航空部隊と第一次連合攻撃隊を編成、翌朝タロキナ沖の輸送船団の攻撃を行う、こととした。また、部隊の指揮は、第三艦隊の司令長官である、小沢次三郎と、南東方面艦隊司令長官である、 草加つととの間で、この方面の状況に明るい草加の調整のもとに、作戦を行うように、両司令部間で協議された。撃墜され、海面に激突した日本軍機、軽巡洋艦コロンビアより、撮影軽巡洋艦、モントピリア、エファテ、1943年4月前夜、タロキナ方面の米支援部隊である、 第39任務部隊と日本軍の連合襲撃部隊の間で海戦が勃発した。アメリカ軍は駆逐艦ートが大破したが、日本側も川内、初風を失い、残存艦艇はラバウルへ交代した。夜が明けると。 メリル隊は損傷したフートに駆逐艦3隻を護衛に、付け部隊の集結を図った後、日本軍の空襲に備えて、残りの艦艇を率いて、エンプレス・オーガスタ湾を南下した。日本軍はこの敵艦隊を攻撃するため、第一次連合攻撃隊の戦闘機65機、艦爆18機、基地航空部隊の戦闘機24機を4時35分に、ラバウルを発進させた。 一方、連合軍側は、メリル隊を予想される、日本軍からの空襲から守るため、ベララベラ島から、ソロモン航空軍の戦闘機が送り込まれた。悪天候などにより発進は遅れたものの、16機の戦闘機が、メリル隊の上空に、無線誘導され、上空警戒を実行した。攻撃隊は6時にムッピナ岬の西方海域に、メリル隊を発見。 メリル隊の上空直延期の溶撃を受けながら、攻撃隊は急降下爆撃を完工、7時40分に帰着した。攻撃隊は、駆逐艦一隻撃沈、巡洋艦一隻及び輸送船二隻撃破などと、報じたが、実際の米軍の被害は、軽巡モントピリアが、カタパルト付近に2発被弾したのみであった。またこの攻撃で、艦爆六機が未期間となった。 この後再攻撃を準備中に空襲警報が発令され、その後11時40分から、ドボズラ、キリウイナを基地とする米陸軍機 P-38、戦闘機80機、B-25 爆撃機80機の空襲を受けた。1航戦から58機、第1基地航空部隊から57機の冷戦が、さらに501空の水星1機が溶撃に上がったが、 零戦十八機が失われ、ラバウル港停泊中の船舶二隻が沈んだ。このような状況もあり、再攻撃は中止された。なお、米陸軍機の損失は P-38 が9機、B-25 が8機だった。またこの日の夜、一高戦艦交代6機による敵輸送船に対する夜間爆撃が実施されたが、エンプレスオーガスタ湾内に敵艦船を見ず、 むっぴな角の北西15海里から北西に向かって海岸線を爆撃した。この日の早朝4時46分発進した随角の西機関定が6時41分、物島の南東20海里の位置に輸送船2隻、駆逐艦1隻が北西方向に航行しているのを発見。これを攻撃するため、8時に随角艦爆9機、戦闘機45機がブナカナウ基地を 発進、9時50分快適予想地点に到着するの、天候不良のため敵艦船を発見できず、反転、10時10分に、艦爆隊は、ブゲンビル島の波紋揚陸点を爆撃、その際戦闘機隊は、連合軍の F4U、F6 回、P39 戦闘機などと空戦となった。攻撃隊は、波紋揚陸店1カ所に火災を生じさせ11時45分帰着。 この攻撃で、艦爆一機が不時着した。米空母機による、第一次ラバウル空襲フレデリック C ・シャーマン、空襲下のシンプ父ン湾、中央は、従順洋艦ハグロタロキナへの逆上陸支援のため、トラックから第四戦隊、第七戦隊、第八戦隊、第二水雷戦隊を機関とする部隊がいつからバウルに、進出することとなったが、 クリタ部隊は前日朝には米軍に発見され、その後ラバウル入港まで直接を受けた。この結果、クリタ部隊は、ラバウル到着の後、燃料補給を受け14時に出撃予定であったものが、米空母機の空襲を受けることになってしまった。この日9時20分頃に来襲した部隊は、第38任務部隊の空母サラトが、プリンストンから発進した、艦載機であり、 出撃可能な艦載機すべてである97機による空襲であり、この結果両空母の格納庫は損傷機を除いて空になり、そのためソロモン航空部隊から上空警戒機が派遣された。この思い切った兵力の集中は功を奏し、シンプソン湾内の9隻の巡洋艦、駆逐艦が被弾損傷した。この空襲に対し、 一航戦から零戦四十七機、基地航空部隊から零戦二十四機、五百一空の水星五機が溶撃し、零戦五機、水星一機を喪失した。また、シャーマン隊の援護のため、米陸軍の B-24 爆撃機二十七機、P-38 戦闘機六十七機がラバウルを襲ったが地上に、日本軍機の姿はなく、 市街地や港湾地区などを爆撃したがほとんど被害はなかった。なお、栗田部隊の従順は5日から8日にかけ、トラックへ帰還した。米軍は艦爆、艦爆艦航など10機を失った、観光隊の白ラ来劇この日の朝、策的に向かった、昇格の艦さ田は6時55分、ラバウルの南西210海里に、従順5隻駆逐艦7隻 大型輸送船2隻からなる敵艦船群を発見、艦佐ダ帰着後、司令部ではこの大型輸送船は空母ではないかとの見方が出たため、随格の艦佐ダが9時に発進したが、その後消息を絶ってしまった。この間米空母艦載機の空襲を受け一旦、作敵は中断、空襲後改めて実施された作敵で12時55分、同様の敵艦船群を、 ラバウルの南西230海里に発見した。この目標に対する白ボ来撃が起とされ、直接機として、観光4機が14時17分から45分にかけて発進、その後攻撃隊の観光14機も15時15分に発進、その後直接機は16時35分40分に相次いで敵艦隊を発見した。 タロキナに近い部員の当日の日没は16時32分、すでに日は沈んでおりまた、この日の雲量は10であり、鈍天であった。攻撃隊も、その後17時10分自ら敵艦隊を発見、無証明で雷撃を敢行起還した。この攻撃で指揮艦機を含む4機が未機関となった。大本営は翌日前夜の戦火として、ゴー大型空母一隻。 激沈中型空母1隻、大型巡洋艦2隻、巡洋艦2隻とは発表するとともに、この航空船を、防原ビル島沖航空船と呼称すると発表した。しかし実際には、シャーマン隊は損害を受けておらず、日本海軍が攻撃したのは、タロキナから、 魚雷艇 PT-167 及び LC-70 などに護衛されたロキナへの輸送任務を終え、トレジャリー諸島への帰路についていた LCT-68 などによる輸送船団だった。このうち PT-167 と l c 7 2魚雷が命中したが、PT-167 への魚雷は、船首部分を貫通して、船首部分に大穴を開けたが、 水密隔壁に当たる部分であったため沈没を免れ、LC-70 へは4本の魚雷が船体を襲ったが、喫水が浅かったため3本が船底をくぐり、命中した1本はエンジンルームへ入り込み、一時船体の放棄も考慮されたが、この魚雷は不発であり LC-70 も一命を取り留めた。 その後、LC-70 は LCT-68 によって栄光され、傷ついた、PT-167 と共に、トレジャリー諸島へ帰還した。なお、この日直接を実施していた観光の報告には、空母二隻撃沈との報告はあったが、戦火確認機は特に指定されていなかった。エンプレスオーガスタン 画面たの突端がムッピナ岬この日の12時38分、昇格の艦さだがムッピナの東方沖14海里で、巡洋艦2隻、駆逐艦7隻を発見、続けて13時15分には、ムッピナ東方沖25海里に輸送船8隻を発見した。これら敵艦船に対する夜間攻撃が起訴され、まず一港船の艦爆隊14機が18時40分、発進したが、 天候不良のため19時15分引き返した。さらに19時10分観光17機が発進したが、同様に天候不良のため敵を発見できず引き返した。艦爆隊のタロキナオキ的輸送船団攻撃アメリカ海軍の攻撃輸送艦、写真はマッコーリー級のバーネット前日の朝、第8艦隊より空母2隻を含む。 大部隊ショートランド南方を進むとの報告を受けた、第1基地航空部隊司令部は、この部隊に対する攻撃を起としたが、天候不良のため実施はされなかった。ただしこのヒシャーマン隊は、エスピリッツさんと方面にあり、またタロキナ上陸船団の第2停団、第2陣が、ショートランド付近を通過したのは7日夜のため、何を誤認したのかは不明。 ただし6日朝に先に到着し、揚陸を済ませた第一陣の船団が同日深夜にタロキナを離れて基礎に着いている。このため、第一基地航空部隊は、同方面に敵空母が行動中と考え、8日朝から広範囲に作敵を実施した。その結果6時にタロキナ沖に輸送船10隻よりなる船団を発見した。機動航空部隊から艦機。 艦爆26機及び、基地航空部隊の艦船31機が8時15分、ラバウルを発進、その後10時ごろタロキナ沖に輸送船団を発見した。これは、タロキナ上陸部隊を乗せた、輸送船団の第2艇団、第2陣だった。船団上空には P-38F4U、F6 回の各戦闘機計60機が重装配備されており、 日本軍の戦闘機体と激しい空戦となった。この結果、輸送船2隻、駆逐艦3隻撃沈などと報じ、艦爆14機、零戦5機が未帰間となった。攻撃を受けた、輸送船団は攻撃輸送艦フラーに爆弾2発が命中、火災が発生したが、沈下と応急修理に成功し、16時37分には、 前線用陸作業を追え防風の中執行している。この海域には前日メリル隊と交代で支援任務についていたローレンス・ティー・デュポーズ少将の率いる支援部隊を日本軍は朝の時点では発見できなかった。観光隊、立港隊の白母雷撃ラバウルを発信した関サダはタロキナ沖の輸送船団発見後も作敵を続行し、 10時20分もの島西方30回里に、戦艦3、駆逐艦4の発見を報じた。これは、リュポーズ隊であり、戦艦を軽巡と見誤ったと思われる。この敵艦隊を攻撃するため、直接のため観光4機、立港2機が15時2分から15時15分にかけて、発進、さらにその後機動航空部隊の観光9機が15時30分に、 751空の立航が15時45分に、702空の立航が16時次々に、ラバウルを発進した。この日の目標付近の日没時間は16時39分だった。直接作敵隊は16時20分から43分に、かけて無ッなナ岬の西方50回りから70回りに、戦艦3隻、駆逐艦4隻の敵艦隊を発見。 観光隊は17時5分に自ら敵艦隊を発見、17時12分頃来撃を観光、7隻すべての撃沈を報じたが、来撃後に夜間戦闘機の追撃を受け2機を失った。751空の立航は17時25分、702空の立航は17時28分から55分にかけ、来撃、この結果5機が失われた。 立候隊は両隊とも指機関機が未機関となった。戦火は戦艦三隻撃沈、巡洋艦、駆逐艦各一隻撃破と報じた。この日の立候直接機の報告には三隻の敵艦が爆発炎上などとあり、司令部ではこの報告に関し様々な見方が出たが、結局搭乗員の報告通りの戦火とすることとした。またこの戦火確認に手間取り、 通常翌日に発信される。戦闘外報は3日後の12日に発信されている。これは夜間の攻撃であり、当夜は来航と衆があり死認しにくい状況であったことと、指揮官機が未期間であったことも理由として考えられた。軽巡洋艦バーミンガム実際にこの夜攻撃を受けたのは、 軽巡三隻駆逐艦四隻からなる支援部隊のデュポーズ隊であり、戦艦と誤認された軽巡バーミンガムは、最初に右舷艦尾付近に爆弾一発が命中し、その結果喫水船付近に波行が生じ、水上偵察機の格納庫のハッチを吹き飛ばした。その9分後、立候隊による魚雷一本が左舷前方に命中、秒差格納庫に、 約10メートルの箱が生じた。その後さらに4番砲塔前面に爆弾一発が命中している。基地航空部隊の夜間攻撃、リュポーズ隊に直接を続けていた立候は17時45分に敵主力艦一石なお炎上漂白中と報じ、これを補足撃滅するため追撃を実施することとした。751空の立候4機が19時20分に、 582空の観光7機は20時それぞれラバウルを発進した。しかし702空の直接機は18時55分に消息を立ち、751空の直接機は19時45分直接を失ってしまった。その後20時30分に立候体は予想海域に達したが敵を見ず、 その後23時にモノ島の210道機の輸送船団に来撃を観光、この結果2機を失った。582空の観光隊の内来装の5機は目標を発見できず帰還し、爆装の1機はタロキナの上陸地点を爆撃、もう1機は消息を絶っている。立航隊の来撃した輸送船団がどの部隊なのかはっきりしないが、8日夜にタロキナを 出発した、輸送船団はどうや攻撃を受けておらず、また、デュポーズ隊は、深夜に、再び攻撃を受けている。しかし結局この攻撃では、デュポーズ隊に被害を与えることはできず、バーミンガムも30ノットで航行することができたため、数時間後デュポーズ隊は、パービス湾に無事帰投し、上陸部隊の支援任務を、メリル隊と交代した。大本営は翌日、 前日の航空船の船火を発表、翌々日にはさらに追加で船火を発表した。なおこの航空船を、第二次、暴言ビル島沖航空船と呼称する胸吹きされた。昇格の菅佐田は10日、午後物島北西20海里を高速で北上中の輸送船団を、発見、17時50分に、観光発揮、18時10分に、 同じく昇格隊の6機が、白母来撃に向かったが、タロキナ付近は悪天候のため視界が悪く、目標を発見できなかったが、そのまま作敵を続行、その後同方面に輸送船を認め、20時25分と40分に来撃を観光した、攻撃隊はその後、駆逐艦1、輸送船1の撃沈を報じたが、指揮官キーカゴキが未期間となった。この頃、タロキナには、 メリール隊に支援された、戦車揚陸艦8隻と高速輸送艦8隻から、なる、上陸船団の、第3艇団がいたが浮きによる、悪天候もあり、被害は受けていない。米空母機による、第2次ラバウル空襲空母 SX、1943年、空母バンカーヒルから発艦中の TBF、1944年、 この日の朝、ラバウルは再び米空母艦載機の空襲を受けた。これは、先のシャーマン隊に加え、ハルゼーの強い要請により増援された空母 SX、バンカーヒル、インディペンデンスを機関とする50.3人無部隊の艦載機によるものだった。二つの機動部隊はこの日の朝ブーゲンビル島を挟んで、南北に分かれ、シャーマン隊は、 ラバウルの南東225海里からモンゴメリー隊はラバウルの南東160海里から攻撃隊を発進させた。またこれに合わせてソロモン航空部隊もラバウル空襲に向かうこととなった。攻撃の順序はシャーマン隊、モンゴメリー隊、ソロモン航空部隊をはじめとする基地航空部隊とされた。日本軍は10日夜以来、 無っぴな岬西方海域に輸送船団の推定による発見報告が相次ぎ、翌11日の作敵は厳密に行われた。その結果、4時45分偵察の彗星が無っぴな岬の南西沖に空母三隻からなる敵艦隊が採用しているのを発見。さらに、陸佐田は6時5分、物島の南方に巡洋艦三隻 駆逐艦五隻闘神と報告した。連合艦隊の指示した作的範囲にラバウル東方海域がなかったため5日に撃破したと信じられていたシャーマン隊が健在であることを日本側はこの時点でも確認することができなかった。しかしこの日ラバウルに対する第一撃目をかけるはずであったシャーマン隊の関西機は深いもやがかかった天候の中を発汗したものの 結局スコールに妨げられ攻撃隊は母艦へ帰投した。そのためブーゲンビル島南方より発進した、モンゴメリー隊の185機の艦載機のみ、ラバウルへの侵入に成功、シンプソン湾に達した。ラバウルの空襲は7時頃始まり、機動航空部隊の冷戦39機、基地航空部隊の68機が溶撃に上がった。 まず空母艦載機の戦闘機70機、艦爆を呼び、艦航60機が来襲し、続いて、B、B-24、PB2Y、B-38K70 機がラバウルを襲った。この迎撃戦で、日本軍は0戦11機を失った。また、駆逐艦スズナミは、光なりの末沈没、長波も被弾し、航行不能となった。 日本軍の昼間攻撃系空母、インディペンデンスラバウルの空襲警報は8時30分に解除され、すでに日本軍の偵察機により発見されていたモンゴメリー隊に対する連合攻撃が実施された。当初攻撃隊の発進時刻は10時とされたが、カビ園から観光の進出が遅れ、この事実を飛行場で直前に知った小沢は発進時刻を11時に変更した。 当時、ブナカナウ基地には、艦爆、艦航、随格霊戦隊がおり、落内基地には昇格、随宝の霊戦隊と、基地航空部隊の霊戦隊がいたが、ラバウルの東西飛行場間には直通電話がなく、また、基地航空部隊司令部とブナカナウ基地にも、直通電話がなく、このため連絡が遅れ、発信時刻変更を知らない落内の戦闘機体は十時に、発信してしまった。 それを見たブナカナウの攻撃隊も急いで発進10時16分から54分までの間に全機発進したが基地航空部隊の32機を指揮したのは経験の浅い予備士官だったため空中合同に失敗そのまま12時に帰投してしまった結局最終的に出撃したのは戦闘機33、艦爆23機、艦航14機の合計71機で 基地航空部隊からは501空の水星艦爆4機のみとなってしまった。攻撃隊は11時42分、戦闘場時三崎155度110回里にモンゴメリー隊を発見、敵戦闘機による溶撃と激しい対空砲火を押して、艦爆隊は11時50分、観光隊は12時4分、それぞれ攻撃を艦光した。この直前より、戦闘機隊も、 敵戦闘機との激しい空戦に入った。その結果観光隊は前期未帰艦となり、艦爆は17機水星2機冷戦2機が未帰艦となる大きな損害を受けた。空母歴新トンのレーダー遊び、写真の21番が対空探知に使用された SK レーダー射撃中の40ミリ対空機関砲、空母砲ネットこの日の作戦後、 現地部隊ではこれらの大損害について、敵通信からの情報をもとに、米機動部隊には、ソロモン、ニューギニア方面から、機動部隊の名前として、戦闘機集中させていたこと、また敵防漁法火の熾烈さなどを理由としてを挙げている。これらは事実であり、この日モンゴメリー隊には、艦隊直縁として、着艦経験のある搭乗員の操縦する。 VF-17 の F4U 戦闘機24機と VF-33 の F6 回戦闘機12機が入場時ア島より派遣されておりそれぞれの母艦の上空警戒に参加しているまたモンゴメリー隊自身も11時13分には119回り離,離れた日本軍攻撃隊の接近をレーダーで探知11時25分には溶撃戦闘機を 発艦させ、それらの戦闘機体は11時51分、空母の40回里前方で、日本軍攻撃隊を迎え撃った。日本の99式艦爆が放った爆弾は、インディペンデンスの対空砲火によって撃ち落とされ、駆逐艦キッドは、撃墜された、搭乗員の救助のため陣形を離れたところを2機の、艦港に狙われたが、魚雷は命中せずこの艦港は撃ち落とされた。 最も日本軍の標的にされたバンカーヒルは両艦へセックスの倍以上の対空弾幕を放っており、モンゴメリー隊の対空砲火がいかに熟烈であったかを物語っている。また、この戦闘では VT 新艦が使用されており、日本軍はついに終戦までその存在を知らなかった。なお、この日モンゴメリー隊は11機の艦載機を失った。 この日の夕方から夜にかけて、戦火拡大のため702空から立候5機751空から立航6機1航線から観光が4機582空の観光6機が夜間来撃に向かったが、モンゴメリー隊はすでに戦場を後にしており、この海域にいるのは支援部隊のメリル隊であった。この艦隊に対し702空の立航隊のみが、 攻撃に成功し、防御放火をして17時45分から18時10分に、雷撃を決行、期間後魚雷命中を報じたが、メリル隊に命中弾はなかった。大本営は11日の攻撃を、第3次、防原ビル島沖航空戦と呼称することとし、その戦火巡洋艦一隻撃沈、戦艦一隻中破、大型空母二隻中破、巡洋艦及び、 駆逐艦五隻大破、撃墜二機と発表した。なお、これに先立ち11日、天皇は、小賀に対し、直後を出しているが、これは大本営において、戦火の大きさを信じていたことを示している。小賀連合艦隊司令長官は12日、ロゴ作戦の終了を指示、一航戦核飛行隊は13日トラックへ帰投した。 ただし、基地航空部隊による出撃は続けられ、ブーゲンビル島沖航空戦は12月3日の第6時まで行われた。日本は、作戦の10日間で一航船の航空隊は激しく、消耗し、機体の損耗率は70%、搭乗員の損耗率は47%に達した。空母インディペンデンスの戦闘情報センターこのうち、 戦闘機以外の機体の損耗のうち42%に当たる33機が11日昼の攻撃によるもので、この結果11日夜の保有機数は、感染39機、艦爆7機、艦光6機の計52機となり、また搭乗員の損耗についても、10日までの搭乗員の損耗は30%弱であったが11日の損耗で一気に50%近くまでに跳ね上がり、 関佐はすべて失われてしまった。また幹部搭乗員の損失も深刻で、7名いた、飛行隊長のうち4名が戦死し、11名いた、分隊長は6名が戦死している。これらの事実は11日昼の戦闘が、いかに激しいものであったかを示しているが、これは、 米機動部隊の飛躍的な防御力の向上を示すものであり、レーダーや VT 新艦などのハード面での技術的進歩と同時に、それらを活用する航空母艦に設置された戦闘情報センターや駆逐艦に配属された戦闘機式部隊などの運用面での進歩が大きな差となって現れた。その結果11日昼の日本軍の攻撃も、 機動部隊側は30分以上前にレーダーで探知し、すぐさま溶撃戦闘機を発進させた結果艦隊の40回リーテ前で溶撃することに成功、被害を極限する結果となった。こうした米機動部隊の防空システムの威力を日本側が痛感するのは7ヶ月後のマリアナ沖海戦においてのことであった。 1> 第1航空戦隊が交代した後も、ラバウルの基地航空部隊には、他方面から部隊が、転用投入され、11月14日から17日の間に281空の零戦16機、552空の艦爆25機、531空の天山艦航12機がそれぞれラバウル、カビエンに進出し、この結果航空兵力は、戦闘機66機、 艦爆三37機、韓二22機、陸航30機や艦戦闘機2機、推定15機、陸佐第1機から2機の約170機となったが、同方面で活動する連合軍航空機の兵力のわずか1割に過ぎなかった。そして路合作戦以降も、第6次に至るまで、ブーゲンビル島沖航空戦が実施されたほか、敵艦隊攻撃や、タロキナ方面への航空撃滅戦。 増援部隊の戦断護衛などが続けられ、11月中の航空作戦を通じての冷戦は損耗は63機に達し、日本軍の航空戦力は急激に消耗していった。ロゴ作戦で使用された第一航空戦隊の飛行機隊は本来母艦作戦が目的であったが、ラバウルを中心とする基地作戦に使われ壊滅した。この判断は、 現場の衝動的な面が大きく、Z 作戦遂行の障害となった。もし、ロゴー作戦が発動されなかった場合は、米主力艦隊のギルバート作戦開始に伴い、Z 作戦が決行され、日米両軍の艦隊決戦が展開された可能性もある。そうなった場合、 米空母軍を撃滅することは死難であったとしても、米空母軍の攻撃能力はさほどでもないので、連合艦隊は少なくとも、悔いのない決戦が遂行し得たという見方もある。日本軍の統治下に対し火炎放射器による攻撃を、かける、米軍兵士、1944年頃同方面の空襲撃破のため、ブーゲンビル島への輸送は11月30日を、最後に打ち切られ、 その北に位置する武賀島への増援も、連合軍の上陸が予想されていながら翌年1月には、増援を実施しないこととした。この結果、ブーゲンビル島の日本軍守備隊である、第17軍は孤立し、密林の中で、薬病や飢餓に苦しみながら終戦まで戦い続けた。11月25日、連合軍のタロキナに対する6回目の輸送船団が、 入りパクしたが、日本の航空隊はこれを発見することはできなかった。戦死総書では、これは、暴言ビル島方面の制空権を、日本側が喪失したことを示すものと解釈して、良いだろうと記している。ギルバート諸島へ、攻撃準備中のサラトガ関西機日本海軍は、当初、ギルバート、マーシャル方面の連合軍の反抗時期を1943年末と、 予想していたが、ロゴー作戦の戦果から判断し、その時期は相当に遅延するであろうと考えていた。ところがろ、ゴー作戦終結直後の11月19日、米機動部隊は突如、ギルバート諸島に来襲翌日も反復空襲をかけ、21日には、マキン、タラワ両島に攻略部隊を上陸させた。決戦兵力と考えられていた第1。 航空戦隊の飛行機隊は、ロゴ作戦によって大きな損害を受けていたため、当初想定していたような機動部隊による、溶撃作戦を実施することができず、当面、マーシャル方面の第22航空戦隊の戦力のみで迎え撃つ、こととし、た方面から航空兵力をマーシャル方面へ転用させる措置を取った。第1航空戦隊の残余戦力である、 連合戦闘機体も Z 作戦部隊に加えられ、11月24日には、トラックから、ルオットへ進出、タラワ増援作戦支援の準備を整えた。しかし、翌25日には、マキン、タラワ両党の組織的な戦闘は終結し、両党の失墜は確実となったため、結局逆上陸作戦は実施されず、一高戦連合戦闘機隊も12月7日、 トラックへ帰還した。また、12月22日に第1航空戦隊の代わりに、急遽トラックへ進出した第二航空戦隊も当初、マーシャル方面への投入を予定していたが、進出時点では、ギルバート諸島の戦いはすでに終了しておりまた、ギルバート諸島沖航空戦の戦火報告から、連合軍のマーシャル方面の進行は当分ないと、 思われていたため、危機的状況となったラバウル方面へ投入されることとなり、母号輸送支援のため、費用、流放戦闘機体36機が12月27日、カビエンに進出した。さらに翌年の1月21日には、消耗した第26航空戦隊と交代で、ラバウル防衛の任務に就いた。しかしながら、ギルバート諸島沖航空戦で、 相応の打撃を与えていたと思われていた。米高速機動部隊は、翌年2月に、さらに増強された姿で、中部太平洋に出現し、日本海軍の予想に反して、マーシャル攻略に取り掛かった。当時の主力戦闘機であった一式戦闘機2型、この年の夏から秋にかけての東部ニューギニアをめぐる、激戦により陸軍第四航空軍は激しく、消耗し、 9月28日に、ラバウルを訪れた綾部ジュは、第四航空軍の現状について、現状をもって、放置線下水に破砕機の余地なきに、イタリルグアリ戦力の再建のため速急に、施設リタル処置を、こう、するのようアリとアリスと報告している。このため、飛行第24戦隊は、飛行第248戦隊と交代、同飛行第45戦隊は、 同飛行第26戦隊と交代の措置を取り、第4航空軍は戦力の増生を受けてある程度戦力の充実を見ていた。この結果1時50分機以下にまで低下していた第4航空軍の11月1日時点での出動可能機数は戦闘機83機、爆撃機及び襲撃機55機、偵察機11機の合計149機まで回復していた。 戦闘機戦力の充実を見た第四航空軍は、急迫する、フォン半島情勢を打開するため、連合軍が多数整備しつつあるラム、マーカム加国の航空基地軍へ、航空撃滅戦を実施することとした。主な目標は、ファブは、マザブ両飛行場とし、11月6日から実施された。この攻撃に先立ち、海軍のロゴ作戦が実施されたのだが、 ロゴ作戦実施の経緯にあるように、当初ロゴ作戦は、ニューブリテン防衛のため、ブナ方面の連合軍艦船攻撃を重視していたのだが、連合軍のダロキナ上陸により急遽、タロキナ付近の敵機動部隊及び攻略部隊攻撃に切り替えられ、海軍からのニューギニア方面への協力はほぼ得られない、情勢となってしまった。しかし陸軍側はこれに影響されることなく、 攻撃は実施された。また、22日以降は、フィンシュハーフェン脱海のため同地付近で激闘を続ける、第24弾への支援攻撃を行った。この間相応の戦果を上げているが、消耗も激しく、月末には、第4航空軍の出動可能機数は92機にまで、減っていた。ラバウルの航空戦力を交代させることとなった、ことから、 ロゴー作戦を問題視する意見もある。問題点としては、レーダーや VT 新艦などの技術面や、戦闘機の性能面での米軍側の優位、移合作戦を成功としたり、ラバウルに戦略的価値があるとする、現状認識、戦果の課題誌が挙げられる。ただし、VT 新艦の威力に関しては、攻撃阻止には威力を発揮したものの、この後に勃発した。 マリアナ沖海戦での近接進化による撃墜数は対空射撃による撃墜のうちの約4分の1を占めるに過ぎないというデータもある。海戦壁等の大損害から立て直された米艦隊の防空システムは一つの装備の変更などではなく艦隊ドクトリンそのものの大改変の成果であった。ピケット艦によるレーダー網による情報収集と航空管制による この情報の一括管理と迎撃戦闘機との密接な通信網を複数の対空兵装の特性から検討された機能的配置を無人蔵の工業力で理想に近い形で実現したものである。この米太平洋艦隊の艦隊ドクトリンの大改変と実現により海戦時猛威を振るった連合艦隊は 時代遅れの存在と化したことを象徴する戦いとなったが、日本側はそれに気づかなかった。アメリカ太平洋艦隊司令長官であるニミッツは、本戦闘でのシャーマン隊とモンゴメリー隊の活躍について、両部隊は空母が日本軍の有力な基地に対し、攻撃の冒険をあえてすることができるか否かについて、長いこと論議された問題のすべてを解決した。 と述べている。ありがとうございます。